1969年の阪神タイガースでは、1969年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、後藤つぐが1年だけ監督を務めたシーズンである。前年のドラフト会議で、田淵光一の一位指名に成功したチームは、前年2位に浮上したことから、開幕前は優勝候補に挙げられた。前年2位の勢いそのまま、 スタートダッシュを図り、巨人などが追いかける展開。しかし、6月に入ると4連覇中の巨人が主位を奪還すると徐々にゲーム差が広がり、最終的には前年と同じく6.5ゲーム差の2位に終わった。投手陣では、ジーン・バッキーが近鉄に移籍したものの、前年401奪三振の江夏豊や、投手ーチ県人の村山実 もう一人のベテランは光富雄が健在で、優勝の巨人に次ぐ47関東を挙げ、防御率は2.41でリーグ1位だった。打撃陣では、全体で頻打にあえぎ打率は、222のリーグ5位、本塁打も114本で、リーグ再開と低迷した。ルーキー田淵は低打率にあえいだものの、後藤監督の辛抱強い起用により5月からは、レギュラー保守に定着。 最終的に22本塁打を放ち、江夏と黄金バッテリーを形成した。シーズン終了後、二度の優勝に一番打者として貢献した吉田義雄が藤田平の成長を見届けて引退した。後藤監督は来年以降も指揮を取る予定だったが、村山兼任コーチが翌シーズンの監督に就任し後藤監督は1年でお役御免となった。ありがとうございます。